長長友慎二君国民民主党のき、えー、今日は、す、え、べ、ー、て自民党に対してのお質問をさせていただきたいと思います。今日あの最初の1本目ですね、えー、自民主党の木原政治委員とお法案徹査のやり取りを聞いておりましたけれども、えー、かなり期待外れでございました。 あのというのもです、ねあの、木原委員から昨日質問の用紙というものが、まあ、委員の方にはあの配られたわけなんですけれどもあの、その中にはです、ねあの、私、これ、いい指摘をいただいているなという部分があったんです。まあ、ちょっと読ませていただきますこと、政治家の責任強化については、えー、公選法同様の単純な連座性や、政治家に会計責任者と実質同等の責任を負わせる方法など、さまざま指摘されているが、 確認書という仕組みを導入した理由、利点は何か確、確認書提出で面積というのは甘いとの指摘にはどのように答えるかという、ですねあったんですよ、でも今日はそこの部分が抜けておりました、あの私、この質問を見たときに、もしかしたらですね、あのケアラインからは、この今の自民党案は改革のなに値しないと、不十分なんだと、まあ、そういう鋭いご指摘をしていただけるのかなというふうに思ったんですが、 まあ、残念ながら、えー、それはあのなかったということで、まあ、マッチポンプだったなというふうに思ったわけなんですね。あの自民党の政治と金に対する認識の重さは、まあ、メディア各社のお世論調査結果が明らかにしている中で、まあ、どのようなつもりでこの案を取りまとめたのかが、まあ、問われているわけなんですね、えー。岸田総理は、今回の自民党の改正案について、 実効性のある再発防止,と防止策となったと、今後も強調されております、これまでの予算委員会との答弁でもですね、なんですが、私は本当にこれが自民党の党内でも同じ認識か、それとも温度差があるのかということを知りたいんです。ぜひ自民党内でも、今回の自民党案がです、ね、本当にこれで実効性のある再発防止策となっているのかという見解なのか、 教えてください鈴木啓介君あの、まあ、今回の自民党改正案、これを策定するにあたりましては、これまで党内で各議員の今回の政治資金問題に対する深い反省の下で,です、ね、かなりさまざまな議論、 をさせていたただきました、まあ、そういった中で、あの、まあ、今回、それが果たして実効的な再発防止策となっているのか、まあ、これ一番大事なところでありますので、そこについては、かなりの議論が行われたと承知をしております。あの、まあ、特に、我が党の案のみで、 その不記載分の納付をさせる、これ、先ほど法律上、さまざまな限界があって、そこは党の規約によるところがかなり出てきていますけれども、しかしそういったかなり実質的な抑止力を働かせるものが、他党にもないものも含めて盛り込まれた案となっております、そういった中で、今回、さまざまなそうした党内の意見も含めて、その趣旨で作成をしたところでありまして、 まあ、岸田総理が、えー、申し上げておりますように、まあ、実効的な再発防止策となっている、まあ、これはの自民党内においても同じ認識であろうと承知をしております宮本も晋次君、はい。それではあの、それぞれ、えー、質問をさせていただきたいと思うんですが、あの今回の自民党の改正案の中ではです、ね、いわゆる、まあ、国会議員本人、代表者の監督責任をです、ねえーまあ、強めるという意味で、 確認書を交付するということを提案をされておりますが、これ、確認したいんですけれども、確認書を交付し,交付した後に不記載や、えー、虚偽記載が見つかった場合、これ、代表者は罰則の対象となるのか、ならないのか、見解を伺います委員長小倉正信。えー あの、まず代表者がですね、定期随時の確認を行い、また報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて会計責任者が規制法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、 会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が罰せられることはありません。ただ、一方で、あの、今回の改正法案では、まずですね、会計責任者による収支報告書に関する代表者への説明におきまして、説明をしなかったとき、または虚偽の説明をしたとき、さらに代表者による確認を妨げたときは、刑事罰の対象となります。現行法に比べてですね、まず会計責任者が虚偽記入をしたりとか、不記載をしたりをする、そういったことを確認書を交付する前の段階で、しっかりしていくこと その上で、代表者がですね、確認書を交付した後に、収支報告書に不記載や虚偽記入があった場合にであっても、代表者が十分に確認をしないで、確認書を交付したときや、不記載や虚偽記入について、会計責任者との共犯になったときは、当然、代表者も罰せられることになります。は単に代表者が 確認書を提出しただけで、責任を免れるという甘いものになっていないかという趣旨の質問だったと思いますけれども、そのご質問に対しては、決して私ども難は甘いものとなっていない、こういうふうにお答えをしたいと思います委員長,長友慎二君はいまさにあのそ,のその通りなんです、問いたいところは甘いものになっていないかということなんですけど、ど、まあこれまで、えー、さまざまな場面でですね、 秘書がやったことであり、また会計責任者がやったことであり、議員本人が処罰されないということが多々あってきたわけですけど、これは再発も防止されると、この場で断言できるということで、よろしいですか、確認させてください小倉正信。はい、中野委員とのやり取りでも申し上げさせていただきました、あのこの確認というのはです、ね、形式的なチェックではございません、会計責任者が収支報告書政治資金規制法に従って作成しているか。 会計責任者が不記載や国境危機にをしていないか、またですね、支出や翌年への繰り越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうだったか、まあ、こういったものを確認をして、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、確認をする義務が課せられていますので、例えば、あの、今般の事案のようにですね、まあ、そもそも関係責任者が 不適法であると分かりつつ、それを代表者に伝えないことも、この法律では防ぐことにができますし、方、まあ、や、まあ、代表者がですね、あの不適法にやっていることをうすうす感じながらもですね、この会計責任者に対して確認をしないという場合も罰せられますので、まあ、そういったケースであってもしっかり防ぐことはできるのではないかと考えております。委員長。長友慎二君。はい、まあ、国民の皆さんが一番関心があるのは、すべて国会議員本人がですね、あの 責任を問われないで、過去に公職選挙法を含めて、政治資金規正法違反をしてもです、ね、罰ジをまだつ,続けてあのつけ続けていると、まあ、そういうことがないように、私たちがしっかりと再発防止をしていかないといけないという点でありますので、しっかりとこれ、実効性があるんだということをです、ね、明確にしてい,きたい,いただきたいというふうに思います。 え次の質問ですけれども、政治団体の代表者の責任強化において、えー、自民党案は監督内容の具体化にまあ重きを置いて、まあ、先ほどいろいろと確認をさせていただきましたけれども、まあ、政治団体の代表者、これ、ほとんど国会議員となると思うんですが、えー、イコール会計責任者と、シンプルに厳罰化しない理由は何なのか、えー、まあつまり、いわゆる連座制を導入しない理由について、改めて伺いたいいたと思います小倉政信。 えー、委員あのご指摘の点はですね、まあ、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載提出義務者となる案について、まあ、いかにお考えかということだと思いますけれども、まあ、先ほども答弁させていただきました、あの必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対し、直接収支報告書の記載を義務づけるよりも、日常的に会計実務を担い、 専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載をさせ、そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を経た上で、代表者がです、ね、最終的に確認をし、ダブルチェックを行うがまが、まあ、より政策に、正確に、まず収支報告書を作成することにつながるのではないかと考えております。まあ、その上で,です、ね、代表者、会計責任者、まあ、双方に義務を課しております。それぞれに罰則規定も設けてございます。まあ、そうすることであの収支報告書の記載や教育金をより実行 性のある形で、防止することができるということを考えたのが、まあ、今回の私どもの法案の趣旨でありまして、まあ、決してです、ね、会計責任者を防波堤にして、代表者の責任を免れるといった趣旨ではないことはご理解をいただきたいと思います委員長,長友新二君、まあ。はっきりとご答弁いただきましたので、えー、国民の皆さんにも伝わったんだとは思うんですが、改めてあの確認しておきたいというか、あの念をしておきたいことは、まあ 私たちあの立憲民主党、それから有志の皆さんと提案したです、ねえー、案のほまは、えーまあ、会計責任者、もう国会議員イコール会計責任者となるというシンプルなものなんですね、えー。ですが、自民党案に関しては、あえて確認書というものを取らせて、非常にこうテクニカルに感じるわけですね。なぜ、えー、あえてそういうような方法を取るんだろうと。あのーまあ、国民の皆さんは抜け道作りじゃないのかというふうな。 理念の目で見られていると思いますが、まあ、そうではないとはっきりと言っていただきましたけれども、そうじゃないようにです、ね、しっかり運用をしないといけないというふうに思っております。次に政治資金パーティーのパーティー券の購入の公開基準、これ、先ほどからもですね、いろんな先生からもご指摘いただいておりますが、あえて私からも聞かせてください。どのような考え方で引き下げたのか、見解を伺います、はいえー、藤井久幸君。 お答えいたします。政治資金パーティーにつきましては、その対価の支払い者を収支報告書で公開して、政治資金の透明性を確保することは重要であると考えております。具体的な公開基準をどのような金額とするかにつきましては、収支報告書に記載することで、政治資金の透明性を確保するという要請と、 一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要であると考えております。このバランスにつきましては収入の種類、性格によって異なるものです。現行法上、その他の収入については、その公開基準が1件当たり10万円とされております。 政治資金パーティーの公開基準額を引き下げすぎますと、一般の国民の皆様や事業者の皆様が、公に知られることなく、政治資金パーティーに参加することで、政治に参加することは困難となります。また、公に知られても良い参加、良いとして参加される方は、特定の組織、団体等であることが多く、 その結果、それぞれの国会議員の活動が特定の組織や団体等に過度に依存することになりかねないことにも留意する必要があると考えます。そもそも寄付とは違い、対価としての性格も有する政治資金パーティーにおきましては、寄付とは異なり、基準として分かりやすい10万円を公開基準と、基準額と設定させていただいたところでございます。委員長,長友慎二君あの先ほど からの答弁の中で,です、ね、まあ、公にされたくない方々がいらっしゃるというふうにおっしゃいますけれども、この中には外国人の方も含まれるんでしょうか、あの政治資金パーティーの対象者、パーティー券を購入する対象者、外国人に対するです、ね、パーティー券を買うことはあの、私たち国民民主党は禁止と。 ということをうたっているんですが、えー、自民党の案の中で,です、ね、外国人がパーティー券を買うことは禁止しないのは、えー、なぜか見解を伺います鈴木啓介君。 あの、まあ、現行の規制法上も、あの、政治活動に関する寄付については、外国人、外国法人、あの、ここから受けてはならないとされていて、まあ、これはあの、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府などの外国勢力によって、え、影響を受けることを未然に防止しようと、そういった趣旨であると承知しております。まあ、これまではあの、一方でその、今ご指摘の政治資金パーティー、ここについては、あの、寄付と異なっていて、 当該パーティーへの参加の対価として支払われる事業収入というくくりであるということ、そして他の事業収入について、あの外国人による支払いを、現行は禁止をしていないということ等を勘案して、わ、まあ、が党なんでは、このパーティー券の購入者の、まあ、そういった国籍というか、まあ、そういった制限というのはこれまで設けていない、そういったんで提出をしております。まあ、しかしながらあの、まあ、近年、まあ、安全保障環境、我が国の周りも非常に厳しい、 そういった状況もあり、特に我が党内でもですね、今、ご指摘をされた御趣旨の様々な懸念、これ多数示されてきたところでもあります。あの、そしてまあ実際、 その問題意識、これはパーティーにおいても、この寄付と同じような懸念があるのではないか、そういった問題意識について私どもとしても共有をしているところであります。この点について、どういう対応が可能なのか、これ、当然他の事業との兼ね合いともあるかと思いますが、どういう対応が可能なのか、この政治改革特別委員会において、また議論を深めさせていただければと思っております。 長友新宿、はい、自民党の中でもです、ね、あの問題意識はあるということでしたので、これ以上はいませんけれども、まあ、ある政治家の政治資金パーティーの中の方に参加するとです、ね、外国籍の方が非常に多いというあのケースもありますし、聞いております、まあ、そういうことが実際あるということをです、ね、しっかり問題意識を持っていただきたいなと思いいいいます、えー、政策活動費の公開について、えー、伺いたいと思います。 政治活動の自由と透明性の確保とのバランスについて、えー、自民党案ではどのように考えているのか、教えてください勝目康君。はい はい、お答え申し上げますあの、我が党におきまして、この政策活動費でありますけれども、党に代わって、党制の拡大、政策立案、そして調査研究、これを行うために、党の役職者の職責に応じて支出をしておるところでございますけれども、今般の改正案におきましては、その支出を受けた国会議員に対して、支出項目ごとの使途について通知を義務付けをする。 その上で、政党の収支報告書に記載をさせるということにしてございます。その際には、ですね項目別の金額を記載するということにしておりまして、そのことによって、受け手の側の政治活動の自由であるとか、あるいは各政党の活動と関わりのある個人のプライバシー、企業団体の営業秘密、こうしたものとの保護との間でバランスを図ることとしております。 君、はいまあ、そのような考えのもとです、ね、あの自公で協議をされている中で、えー、公明党の皆様からはです、ね、まあ、明細書の義務付けというものを提案があったかと思いますが、これを見送られております、これを見送った理由というものを教えてください。勝 はい、えー、お答え申し上げますあの、先ほども申し上げましたとおり、この国民に対するこの政治資金の透明性というもの、これは非常に重要でありますけれども、まあ、その一方で、この受け手にとりまして、その憲法で保障されているこの政治活動の自由、プライバシー、企業の営業秘密と、まあ、こういったことに対する配慮も必要だということでありまして、そうした観点、そのバランスを取るということで、今般の改正におきましては、明細書の義務付けまでは行うこととはしなかったというところでございます。 委員長それではあの次の質問に移ります、えー。立憲民主党、国民、えー、それから有志の会の私たちが共同提出した案の中で,です、ね、不足の方に盛り込ませていただきましたけれども、えー、政党交付金の交付停止の制度の創設を盛り込んでおります。えー、所属する国会議員が政治資金、または選挙に関する犯罪にかかる事件に関し、えー、起訴された場合に当該政党に対して交付すべき政党交付金のうち、 その起訴された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の交付を提出する制度の創設ということを提案させていただいております。これは、いわゆる連帯責任のようなものになるんですが、政治と金のですね問題を繰り返さないために、ぜひこの創設というものに関してですね、あの自民党の方にも、これはぜひ検討していただいてですね、再発防止に対する さらなる意気込みというかあの、歩み寄りをしていただきたいと思うんですが、この点についての見解を伺います鈴木啓介君。あのまあ、今、ご指摘があった、ですねあの政党交付金、まあ、この交付停止の制度、まあ、それはあの実際にあの政治資金、また選挙に関する犯罪にかかる事件に関して起訴された場合。 について、その当該、政党に対しての交付分のうち、この銀割で、 議員の数割の相当額の候補の停止ということだと思いますが、あのまあ、この点、あの非常にあの重要な問題意識だと思っております。あのそういった中で、まあ、ここの点について、まあ、どのような対応がです、ね、これからしていくことができるのか、あの私どもとしても、まあ、この政治特別改革特別委員会における、まあ、議論、まあ、この状況も真摯に見させていただきながら、対応を考えてまいりたいと思っております。 私たちが問題視しているのはですね、政治資金規正法違反、また贈収賄や選挙違反などの事件発覚後も、おとがめなしでですね、満額を受け取れる今の仕組みなんですね。あの、日本大学が不祥事を起こしまして、私学助成金を3年連続で全額停止されました。まあ、私たち国会議員も、例えば、起訴された議員にかかる政党交付金を返還するぐらいのことはしていかないとですね、国民も納得しないと思いますし、 政治とお金の再発問題の再発防止にならないと思います。私たちは不祥事で削減される私学助成金のように、所属議員が起訴されたら交付金を減額、または一部停止する改正を求めてまいりたいと思いますので、引き続きご検討をお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わります。はい